明日にかけて雪になるところが多くなりそうです。明日朝は峠ないしは山間部積雪するところがありそうです。現在皆さんからいただいている10分天気見ますとご覧のような形になっています。北の方ではみぞれの報告いただいているといった状況です。その他のところではまだ雨の報告ということになっていますけれども、時間が経ちますとだんだんと雪に変わってくるというようなところが多くなりそうです。この雪を降らせているものが日本海にあります筋状の雲ということになります。寒気が大陸にあって、その寒気が筋状の雲という形で現れているといった形ですね。気温がこの後どんどん下がることになりますので、雨のところは雪に変わってくるといったことになりそうです。この影響で山沿いは積雪、そして峠道ですね、こちらの方も積雪の可能性が高くなってきています。その他雨で経過するところでもそういったところは凍結の可能性があります。明日朝の気温見ていきますと、濃い青色が氷点下のところということになりますので、山沿い、内陸、こちらの方は積雪、または路面が濡れている場合は凍結の心配があるといったことになりそうです。北海道方面、山沿いでは雪が積もる。そして峠、山沿いでは雪が積もる。それ以外のところでも凍結の可能性があるということになりますので、明日朝、特に車などをお使いの方は十分ご注意いただきたいと思います。以上、予報センターから北海道の情報をお伝えいたしました。